こんにちは。私たちは台湾研究フォーラムといいます、台湾を愛する日本人と、日本が大好きな在日の台湾人のが一緒に行動する、団体です、本日署名をお願いしております。内容は今度の2020年東京オリンピックで台湾チームが台湾の名前で出場できるよう東京都議会に請願という形で提出するための署名です、先ほどから台湾からの旅行者の方、その他の外国人の方も関心を持って盛んに署名をしてくださっております。日本人の方もぜひ私たち日本で行われる2020年の東京オリンピック、これにはですね、世界一の親日国台湾がチャイニーズ台北などという名前ではなく台湾という名前で出場させてあげたい、そういう願いを持った、署名活動です。ぜひご協力ください。よろしくお願いします。先週はですね、先週4月26日これは10年前2008年北京でオリンピックがありました。この3ヶ月ぐらい前に中国共産党はチベットで大虐殺を行ったんです。大虐殺を行いながら平和の祭典オリンピックをやるというこの欺瞞に私たちは反対しました。そして皆さん覚えておられるでしょうか、2008年4月28日長野での聖火リレーセレモニーで大変な騒乱が起こりました。チベット人、日本人、ウイグル人、南モンゴル人たちが中国を非難する中、中国人学生は5000人も中国大使館からかき集められ真っ赤な御成功旗を広げて、チベット人、日本人を取り囲み暴力を振るって残虐行為の限りを尽くしました。これはですね、今から思えば中国が3年ほど前に制定した中国国防動員法、この予行演習だったんですね。中国人は日本に来ても中国大使館の命令に従わなくてはいけません。日本に帰還したとしても中国共産党の命令に従う義務があります。これが中国国防動員法です。こういう人たちが平和の祭典だとか言ってやったのが北京オリンピックです。私たちはこれにも反対しました。そして現在私たちは今度の2020年東京オリンピックでは台湾の人たちは台湾の名前で出場できるよう署名活動を行っております。ご協力ください。東京都議会に提出いたします。ありがとうございました。署名ご協力ありがとうございます。私は団塊の世代ですので1964年に東京で行われた最初の東京オリンピック覚えてます。その時台湾チームは台湾の名前で出場しました。中国はですね、その時国交がありませんしまだ世界から認められていなかったのでオリンピックには出ませんでしたが、ダンやカヤとイチャモンをつけ、挙句の果てはオリンピック期間中に中国最初の核実験をやりました。そういう横暴な中国の圧力で国際オリンピック委員会は台湾を中国領台北という名前で呼ぶように強要されています。そんなところはどこにもありません。署名ありがとうございました。たくさんの署名いただいております。中国の横暴から台湾を守る、台湾は台湾の名前でオリンピックに出場できるよう東京都議会に請願いたします。署名ありがとうございます。今日たくさんの署名をいただいております。今運動に加わってくださる方が現れました。台湾人の方でしょうか。ありがとうございます。参加ありがとうございます。署名活動への飛び入り参加も大歓迎です。
ありがとうございます。ただいまボランティアの方が署名した後で運動協力ということで今から署名活動に加わります。ありがとうございます。台湾は台湾です。中国ではありません。私たちこのゴールデンウィークあと6月3日と6月あ5月3日と6日、この日もここで署名活動をやるつもりです。たくさんの人手があると思いますので協力得られると思います。ありがとうございます。ただいま署名活動をやっております。署名の後でですね、このクマさん、台湾クマと呼んでいます。私たちの運動のマスコットです。どうぞ一緒に写真を撮ってあげてください。台湾は台湾です。中国ではありません。チャイニーズ台北、これは現在台湾がやむなく使わされている名前ですが、これは架空の名前です。これは中国が台湾が欲しい、台湾が自分の領土だといいなという願望をですね、そのまま表しているのがチャイニーズ台北という名前です。こういうことは許しません。私たちは台湾は台湾、日本の最も親日的な、世界で一番親日的な国台湾、この台湾の仲間、この人たちが自分の国の名前でオリンピックに出場できるよう東京都議会に請願するための署名を行っております。ぜひご協力ください。よろしくお願いします。台湾人の方もたくさん通って署名をしてくれてます。外国人の方もお子さんの署名も有効です。ありがとうございます。署名ありがとうございます。次々と署名に協力していただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。台湾は台湾です。中国ではありません。最も親日的な国台湾、フォルモサと言います。美麗島、とっても美しい島です。台湾人は心も美しい、日本人と馬が合います。この台湾が台湾の名前でオリンピックに出場できるよう署名活動を行っています。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。次々と署名に加わっていただいております。ぜひご協力ください。お子さんの署名も有効です。外国人の方の署名も有効です。今日もですね、中国人も署名してくれてるんですよ。ありがとうございます。どうぞ署名お願いします。東京都に提出いたします。東京都は次のオリンピックの開催都市です。私たち日本で開催されるオリンピックで、私たちは世界で最も親日的な国台湾を台湾の名前で出場してほしい。どこがいけないんでしょう。国際オリンピック委員会はですね、中国人の圧力に負けて台湾はチャイニーズ台北という名前で出なさいとルール付けしています。全くけしからんですね。台湾は中国ではありません。台湾は台湾です。皆さんもよくご存知だと思います。台湾人はとても優しい、日本人と気が合います。戦争中は一緒の国でした。一緒に戦いました。今も心が通じています。この台湾がチャイニーズ台北、つまり中国領台北などというイカ様の名前でオリンピックに出場しなくても済むように、台湾は台湾という名前で出場できるように署名を行っております。ぜひご協力ください。今日は風が強くてですね、この旗も倒れちゃったりするんですけれども、まあ寒いよりはいいです。この活動、寒い冬もやっておりましたが、とても暖かくてやりやすくなりました。ピッチを上げたいと思います。ぜひご協力ください。よろしくお願いします。